ここは一番怖い。まあ普通のエンジンルームに見えるじゃないですか。見えますね。ね、まずさ、なんでオルタネーターのここ欠けてんのって思わない？え、本当だ。はい、今日はこちらの2台です。阿部ちゃん、はい、スバル車だ。大丈夫です。今日は大丈夫、はい、阿部ちゃん今日清掃できました。でる、素晴らしい。素晴らしい、素晴らしいです。阿部ちゃんね、うん、これでいいでしょう。スバルファンの皆さん許してくださいよ。はい、で今日はこの2台を紹介するんですけど、はい、ですね、はい、こちらから紹介しましょうか。はい、これはもう見ての通りね、あの、そうそう、前回あのうちのみーくんがね、はい、事故車もし事故ってしまったら警察と一緒に呼べと、うん、はい、ね、買いただくから、はい、みたいに言ってるとまあやっぱこういう車入ってきま、入ってきましたね、はい。まあ、これもあの動画上げてからね、買い取りさせていただいた案件でして、はい、でまあちょっと見てくださいよ。多分ここ行っちゃったんだろうね。ここか。エンブレムもなくなっちゃって。そう。うわあ、ここ行って。エアバッグが行ってしまったと。出てきちゃってるってことですか？っていうか最近の車ってエアバッグここからも出るのね。そう、それこれここからボンって出て。これあれだよね。きっとこう人引いた時に。なるほど、助かるようにとかなのかな。ここに当たったりしてね。なるほど、最近の車すごいです。すごいですね、はい、これもともとこの色なんですか？もともとこの色だと思いますよ。でこれね、うん、まあ、フロント周りだけだったら、うん、まあね、バンパー変えてちょっとこの辺直してボンネットを新規にすれば、ね、まあ、あとエアバッグちょっとやって確かに直りそうじゃん。そうですね、これ実はねフロントだけじゃないんですよ。うわ、なんとちょっとリアもね、え、本当だ、行ってしまったと。なんかやっぱ前行ったら後ろもなっちゃってる車多いですね。ただこれね、阿部ちゃんの憶測の息を出ないですけど、はい、例えばさ、うん、スポーツカーとかで前と後ろ当たってるケースって、はい、こう前が当たってスピンして後ろも当たっちゃったみたいなことって結構あるんですよ。でそういう場合って前もそうなんだけど、はい、横も結構ホイールが行っちゃったりとかさ、そうですね、ガードレールとか縁石に当たっちゃうから、うん、横にね結構傷つく場合が多いんだけど、はい、この車見てくださいよ。まずスポーツカーじゃないじゃないですか。じゃない、ね、スポーツカーじゃなくて、しかも両サイド、はい、無傷なんです、ね、綺麗ですもん、ね、ホイールも超綺麗でしょ。そう、ドアとかも全くなってないし、ね、ミラーもなってない。こっちもね。そうですね、はい、これはね、はい、阿部ちゃんの憶測の息をまだ出ないですけど、はい、多分ね、多分、はい、グッて踏んだら、うん、ドンって言って、うん、パニックでバック入れたらドンって行っちゃった。あでもそのパニックっちゃう気持ちはすごくわかりますよね。そうそう、これはね実はこれ買い取ったのみーくんじゃないんですよ。あ、そうなんですか。あの弊社 の、 あの新しい査定スタッフの爽やかなお兄さんが、はい、買い取ってきたんですけど、はい、で今日のメインはこちらでございます。こちら、はい、これ綺麗でしょ、見て。めっちゃ綺麗、インプレッサーですね、はい、ちょっと離れて、ちょっと離れてみると、はい、まあ、この辺から見るとさ、はいはいはい、見て見て、綺麗な GDB の高めです、うん、はい、ホークアイすごい、はい、めっちゃ綺麗ですよ、ここから見る感じ。阿部ちゃんはですね、はい、まあ、GDB のインプレッサーの中だったらこの高めが一番好きです。あ、好きなんだ、うん、これ他にもいろいろあるんですよ、丸目とか涙目とかあるんだけど、うん、阿部ちゃんは高めが一番好きかなと、うんうん、かっこいいですね、ね、思いますね。まあちょっとぐるっと見てください、はいはいはい、ね、塗装もまあいい感じだし、これはなんかすごくいい車が入ってきたんじゃないですか。ね、ね、全然、まあ、ほとんどノーマルなんですけどね、はい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 、はい、まあ、ホイールも綺麗だし、そうです ね、 ね、え、これはいいんじゃないですか、阿部ちゃん。いいと思うでしょ。いいと思う。いいと思うじゃん。思う思う。これね、これ大変だったんですよ。
まずこの車は、はい、あのお客様から買い取りで、あ、はい、ごくごく最近、あ、最近なんですね、入庫したお車です、うんうん、はい、でこの車ね、はい、ちょっといわくつきというか、ちょっとこれね、以前からこのチャンネルをご覧になっている皆さんにはお伝えしてますけど、はい、お車を買うお店を間違っちゃうと大変な目に遭ってしまうっていうお車なんです。うわー、またなんか嫌なお店から買っちゃったんだ。そうなんですよ、あんまり他のね業者さんのことはディスりたくないんですけど、うん、全国的にチェーン展開している某緑の看板のお店です。はー、で買ったら、はい、で買ったんだけど、まあその方も GDB インプレッサ好きでずっとこう乗りたかったっていう形でね、はい、ただあんまり車は詳しくなかったらしいんですよ。あー、なるほど。そこまで、まあ、なのでその、まあ、家から近いとこにそのお店があったんで、うん、そこでも中古車販売してるって聞いたから、はい、まあ、行ってみたら、うん、なんかこううまいこと口車に乗せられて、はい、あ、うちでも、あ、在庫ないですけど全然探せますよみたいな感じでね、はい、で待ってたら、あ、いい車来たんでこれでどうですかみたいな、はい、でもうこのその1台しか候補がなかったんだって。なるほど。例えばさ、こう、まあ、探すにしてもこれとこれとこれとこういうのがあって、はい、まあ、値段はこれぐらいの幅ですみたいな、はいはいはい、でこっちはどういう特徴があってみたいな説明じゃなくて、はい、もうそれ1台だけこれですみたいな、どうぞみたいな感じで、はいはいはい、まあ言い方悪いですけど当てがわれてしまったらしいんですね、うん、なるほど、うん、でやっぱり、まあ、なんて言うんでしょうね、その全国チェーン展開してる緑のお店の、はいはい、まあ、ある支店なのか分かんないですけど、はい、そこって基本的に自分のところで整備しないんですよ。整備は、うん、まあ、大きいところね、例えばなんか、うんうん、なんていうんだ、フラッグシップみたいなさ、はいはいはい、大きい規模のお店だったら、うん、自分のところでピットがあって、うん、まあ、多分整備士さんとかいるんだろうけど、はい、もう、まあ、地方にあるような支店だったら、はい、そういうのないんですよ基本的に。だやっても洗車と掃除と、あ、まあタイヤ交換ちょっとやるとか、オイル交換ちょっとやるとかなんじゃないかな。わ、だからなんかそこのお店から買われ、はい、こう、あ、自分に来た車って、うん、要はオークションから仕入れたやつなんですよね。はい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 、で私たちもオークションから仕入れた車を販売することって実はあるんですけど、はい、そういう場合ってちゃんと自社のメカニックが、はい、きちんと点検と整備した上でちゃんと乗れるねっていう状態で渡してるんですよ、そうですね、お客様にはね。そうですね。でそれもお客様に例えばこうオークションから落札する前に、はい、こういう情報の車が今回出ますよと、うん、で大体いくらぐらいまでだったら、あの、なんて言うんでしょう、競売オークションしてみていいですかっていうのを確認してから入札に入るんですよね、はい、うん、まあ、なのでこの車はもうそういう話はなく、来た車でいくらですみたいな、あ、しかも何もやってないし、何もやってない、要はオークションからそのままこう持ってきた車ってさ、はい、中身どうなってるか分かんないじゃないですか。分かんない、怖いですね。多分これ一般のお客様あまり分かんないと思うんですけど、はい、オークションの画面って限られた情報しかないんですよ、うん、写真と、まあ、年式走行距離、はい、あとは色、うん、あとはまあ車外パーツがついてればその情報が少し書いてあって、 あとオークションの方がまあ検査官っているんですよ、はい、オークションに持っていくと、はい、まあ、例えば塗装の状態がどうだとか下回りの状態がどうだっていうまあ注意書きみたいなのが書かれるだけなの、はい、ね、うん、普通お客さんから頼まれて車探しに行くときって、はい、自分でオークション会場行ってで、はい、その目当ての車を自分で確認してエンジンかけたり、ね、下回り自分で覗き込んだりするのが普通なんですよ、はい、な、少なくともうちの会社はそういう感じでやってます。そうですね。ただこれはね、そうやってたとはどうも思えない車なんです。うわ、ちょっとそのどういう天秤を見たいですか。見たいですね。見たいですよね、うん、ね、じゃあまずはこの車ね、はい、かなり綺麗にしました。お客様から買い取りした後にこんな感じだったわけですよ、はい、で塗装もこれスバル車あるあるだと思うんですけど、はい、結構クリアが飛ぶんですよね。あ、そうなんだ、まあ、よくあるのがルーフ、あ、確かにこの辺り、そうですね、これは
修正した後です。あ、そうなんですね。はい、もう修正したする前は真っ白、真っ白になっちゃってて、あとリアウィングもね結構劣化しちゃうところではあって、こう見てちょっと分かりますね。これはもうクリア塗った後なんですよ。うんうんうん、そっか、これをやらないともう真っ白になっちゃって、もうなんか海から上がってシャワー浴びなかった肌みたいになる、はい、うわーやだー、潮吹いちゃってさ、やだ、あとはなんかこう仕事頑張ってるお兄さんの T シャツの後ろの潮みたいな、はい、そういう感じになっちゃうんですね。うわー、そうなんだ。そうで、あとホイールも、はい、もうどん何年ブレーキダスト溜まってんだよぐらいに溜まってて、まあ、これも写真あるんで見ていただければと思うんですけど、はい、うん、うわー、そうだった、かなり綺麗にしましたね。で、あとこの辺の、はい、グリルのあたり、 あんまり近くで写したらあれなんですけど、うん、ここは阿部ちゃんの魂のタッチアップ塗装と、うんうん、あとこのエアスクープも塗装入ってますね。はい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 、はい、うわ、結構変わったでしょ。劣化しちゃうんですね。そう、劣化しちゃうんですよ、うん、全然今綺麗ですもん。そうそう、でね、これどこが闇深いかっていうと、なんだろうまあ普通のエンジンルームに見えるじゃないですか。見えますね。ね、まずさ、なんでオルタネーターのここ欠けてんのって思わない？え、本当だ。ね。え、なんで欠けてんの？え、ダメですよね。なんかすごいあらわになっちゃってますし、中身。うん。ここが欠けるってあんましないですよ。ないですよね。うん、だって、うん、そうですね。で、不可解でしょ？不可解。で、あとはね、このライトのチリ合ってない、合ってないでしょ、合ってない合ってない、こことこっちも、こっちも見て、ほら、こっちはピッチリしてるじゃん。本当だ本当だ、あっち明らか開いてるでしょ。こっち開いてます ね、ここここ、合ってない、まあ、事故車だなというのが容易に分かってしまう。で、まあこれは多分、はい、お客さんには情報伝わってたと思うんですよ。あ、うんうんうん、うん、これさすがに隠してたらまずいから。そうですね、うん、ただね、買ってから、はい、ラジエーターはパンクするわ、パワーステポンプは壊れるわ、エアコンは効かなくなるわ、もうどん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 修理代かかってっちゃうんですよ。で、結局そのオーナーさんも、まあ、買った店に出すしかないですよね。近くにそういうなんかお店がないみたいだったんで、はい、でもそういうとこって結局外注だから。そうですよ ね、だからもう修理代が、その直した時点で結構買った金額と同じぐらいまでかかってっちゃったんだって。悲しい、そうなっちゃいますよね。いやー、でこれね、あの5年の3月まで車検あるんですけど、本当だ、もうその修理代がどんどんかさんでっちゃって、うん、維持できないと、うん、だったらもう違う、ちゃんとね、安心して乗れる車に乗り換えるっていうことでお売りいただいたんですよ。そういう、なんていうんですかね、やっぱ好きな方が買う車じゃないですか、はい、インプレッサとかってさ、うん、もうなんか別に走ればいいみたいな車でさ、それで乗ってればいいみたいな人が買う車じゃないじゃん。じゃないですね。ね、まあ、多分これを好きな方もいっぱいいてさ、これに憧れていつかは乗りたいって思ってる人もいると思うのに、そういうことになっちゃうと、はい、もう車自体嫌いになっちゃうと思うんですよね。いや、そうですね、うん、悲しい、これは本当に。そういう人たちがいるから、まあ言っちゃ悪いですけど、中古車業界って結構いい噂ないんですよ、うん、ね、そうですね、はい、まあだから今回皆さんに本当に伝えたいことは、車を買うお店はマジでちゃんと選んでくださいっていう感じ。選んだ方がいいですよ。そうそうそう、後々本当に大変なことになっちゃいます。お金かかっちゃいますから本当に。なんか結構ね、これ今トラスト企画も最近ほら中古車結構販売させていただいてるじゃないですか、はい、で結構まあ、オークションにパーツ出してたりとか、はいはい、まあ、過去はすごい程度の悪い車を、うん、まあ、仕入れてきて、まあ、部品にしてたっていうこともあって、はい、なぜかトラスト企画さんだったら安く車買えるだろうって思ってる人結構いらっしゃるんですよ。あ、そうなんだ、そっか、そうそうそう、安く売ってくれるんでしょみたいな、はいはいはい、ボロいやつみたいな、はい、ね、
今はそういうことはしてないです、うん、そうですね、はい、これはさっき言った理由もがあってやっぱり楽しんでほしいから車を、はいはい、で買った後にどこ壊れましたあそこ壊れましたもう乗れないですってならないように、うん、最近ではまあ紹介しているような程度のいい車をね、うんはい、販売させていただいてるっていうこともあるので、はいまあ、トラスト規格イコールボロくて安い車買えるっていうイメージはねちょっと払拭していただけると助かります、うん、そうですね、はい、はあ、そっかだからちょっとね胸が痛いんですよ、うん、だけどまあ、次乗っていただく方がね、はい、少しでもいい状態で買っていただけるように、はいまあ、やっつけ板金ではありますけど、うんまあ、クリア塗ったりとか、はいまあ、ホイール掃除したり室内掃除したりとかね、はい、させていただいて、はいまあ、トラスト規格は出品しますと、うん、そうこの2台はオークションに出品します、うん、なるほど、はい、くれぐれも買うお店は気をつけていただいて、はい、中古車を買うなら、はい、トラスト規格で買ってくださいお願いします、 お願いしますじゃあまた次の紹介でお会いしましょうバイバーイ、バイバーイ。